韓国語で書いた感謝って言われた。韓国語。あ、そのまま言う場合。いや、そのまま。ちょっと口を鳴らして感謝って言うと、感謝みたいな感謝ですね。感謝。すごい。私できないですよ、韓国語は。ただまあ、よく言うように、これ言わないとご飯ごちそうになれない。それでは、そろそろ時間になりましたので、ただいまから報告会、福島の今、子どもたちの健康を守るために、私たちにできることを開催します。皆さん、今日はお忙しい中、おいでいただきまして、ありがとうございました。ぽかぽかプロジェクトをですね、いろいろな形で支えてくださっている方々、そして、福島の旧原発を考える会、あるいは、フォージャパンを支えてくださっている方々に来ていただきましてありがとうございます。今日は福島ぽかぽかプロジェクト主催ということで、ぽかぽかプロジェクトの、報告のみならずですね、この間、福島の問題をめぐってですね、いろいろ、政策的にも動きがあります。そういうような報告を交えてですね、今私たちがどのようにこの福島あるいは、その原発事故を、原因としたその被爆ですとか汚染とかそういう問題に取り組んでいったらいいのかということを皆さんと、考えるきっかけになればと思っております。それではですね、今日は福島の渡りからですね、菅野さんに菅野義弘さんに来ていただいておりますので一言いただきます。お願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。渡りの子どもたちを守る会の菅野と申します。今日はぽかぽかの報告会ということで、ぜひ皆さんにお礼を言いたく東京まで参りました。昨日ですね、実際東京に来まして、もう桜ももう満開になってきたなということで非常に美しいなと思って昨日いたんですが、逆にその福島でこの綺麗な花見もできないという現実というのもまた考えさせざるを得ない日でもありました。今日はちょっと短い時間がありますけれども、後ほどぽかぽかの報告を兼ねまして改めてご挨拶させていただきますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。菅野さんにはですね、後ほどまたぽかぽかプロジェクトの報告をしていただきますので、その時にお話しいただきます。皆さんお手元にプログラムを配布しています。今日は非常に盛りだくさんな内容になっています。すべて少しずつという形になりますが、この間、原発事故子ども被災者支援法ですとか、あるいはその甲状腺がん、あるいは健康対応をめぐる、私たちの政策提言の活動、あるいは尿検査などの、検査測定の活動、そしてぽかぽかプロジェクトの報告などを交えてですね、今日は4時まで、お付き合いいただきたいと思います。それでは早速ですが、まず最近の動きということで、原発事故子ども被災者支援法をめぐる動きについて FOE ジャパンの渡辺からご報告させていただきます。はい、お願いします。皆さん、今日は満開の桜の中こちらの報告会に来ていただきまして改めてどうもありがとうございます。私の方からはですね、ちょっと2日前に38度の熱を出しまして、インフルエンザではなかったんですけれども、ちょっと時折聞き苦しいところがあるかもしれませんのでご容赦ください。私の方からは原発事故子ども被災者支援法をめぐる最近の動きということでお伝えしたいんですが、ちょっとですね、最初に、経緯といいますか、今回今日のテーマで何度も出てくるかもしれないんですけれども、簡単に311以降のこの子どもたちあるいは放射線をめぐる動きについて振り返りたいんですけれども、こちらは皆さんよくご存知の方も多いかと思うんですけれども、2011年5月23日に文科省の中庭で約650人でしたかね、福島の親子の方も交えた方々が、抗議の声を上げていると、何か
というと、年間20ミリシーベルト、当時文科省が福島の校庭や校舎の利用基準として定めたものに関する法律だったんですけれども、まあ、皆さんよくご存知だと思いますが、法令による校舎の年間被曝線量の20倍、放射線管理区域ですね、この黄色いマークがあるの許可なくして立ち入りを禁止って書いてあるんですけれども、こちらも 5.2 ミリシーベルトの、約2万倍ですね。それから白血病で亡くなった方の労災認定基準も年間5ミリシーベルトからと、これ厚労省の規定で定められているんですけれども、こういった非常に高い基準に、まあ、怒りを示しているんですけれども、まあ、翻ってチェルノブイリの後の避難基準ですね、こちら、左側は土壌汚染の方になるので、分かりやすい右側を見ていただきますと、下から、2番目ですね、年間1ミリシーベルト以上の被曝量である地域は避難の権利が認められている地域として、政府からさまざまな生活支援が行われる地域であると。その上、年5ミリシーベルト以上は、移住の義務ゾーンであるといった、こういったチェルノブイリの、当時の施策から見ても日本の施策は非常に、良くないということです。で、これも、2011年の写真なんですけれども、自主的避難の方にですね、当時文科省の委員会で賠償基準が定められていたんですけれども、当時はその自主的避難については議論の訴状にすら上がらなかったんですけれども、こういったさまざまな運動、市民運動などがありまして、ようやく訴状に乗って、こちら12月にですね、皆さんから見て左手の方に福島の方々が座っていらっしゃいます、当時の子どもたちを社の岡村守る福島ネットワーク代表であった中手さんであったり、獅子堂さんという、北海道に避難された方であったり、福島県の弁護士会の方や、市長さんなどがこちらヒアリングされているんですね。で、こういったヒアリングも市民の要請によってようやく実現して、で、この後にようやくですね、いわゆる自主的避難者の方々への賠償というのが、一応定められました。こちら、青色の地域をですね、自主的避難区域と設定と自主的避難等区域と設定しまして、そこに住んでいる方、あるいはここから避難した方は一律に大人8万円、子どもや妊婦さんの場合は、20万円ですね、後ほど、プラス20万円と東電の方からなので40万円ということになりました。ただ、こちら、それから、宮城県の南部の、9つの市町村も後ほど20万円ということになったんですけれども、何か違いがあったら訂正してください。ごめんなさい、最初が40万で、後でプラス20万円が、すみません、上乗せされたということです。すみません、説明が間違ってしまいます。これもですね、ただ3月から12月の初年度の、最初の年の分になりまして、このあと1月から8月に関してはまた、少し違った、賠償東電から発表されていまして、この青色の地域だと一律で住民、普通の住民であれば4万円、子ども妊婦さんだとプラス8万円というような形になっています。で、こういった到底その被害実態をカバーしていないと言えると思います。それから、もちろんここ以外のですね、例えば宮城県の南部であったり栃木県北部のような福島とかなり近い線量、場所によっては福島よりも高いような線量であっても、こういったところに入ってこない方々もいるわけですね。なので到底被害実態をカバーしていないと言えると思います。で、一方でこちらは、去年の10月にフクロウの海底工場ファンで調査した、こちら土壌汚染の調査になるんですけれども、この赤色の丸ポチがある部分、それから黄色ですね、この辺りはもうチェルノブイリでいうともう直ちに避難する、あるいは、移住するような地域ですね。で、水色の方は避難の権利ゾーンの土壌汚染のレベル、
ていうのがまだ去年の10月に見られると、これは、渡りの近くの線量になります。でこういった状況が続いている中で、まあ、なかなかその、広い支援というのが行われない中でこういった支援法の動きが出てきます。で去年の3月にですね、自民、当時の野党と与党と相次いでこういった法案が出されます。で、まあ、その前にですね、すでにもうこの賠償指針が12月に出て、まあ、これじゃあいかんということで支援法というかですね、被害者の方を救済するような法律を作らなきゃいけないということで市民の方でもいろいろ考え、複数の市民が考えていたんですけれども、まあ、そういった動きもありまして、法案の、が出まして、でその後ですね、いろいろ要望活動や、署名など、いろいろ行ったり、院内集会を行ったり、チェルノブイリからそのチェルノブイリ法を作る、立役者になった市民団体の方を呼んだりなどなどいろいろしまして、まあ、ついに6月21日に去年ですね、国会で、法律に制定されました。でこの法律の特徴なんですけれども、まあ、幅広い支援と書いてありますが、人々のまずですね、支援対象地域はまだ定まっていないんですね。でこの対象地域の方々の、まあ、居住するあるいは避難するあるいは帰還するという選択の権利をまず謳っているということと、まあ、特に、まあ、健康被害の未然防止というふうに謳っていまして、その中でも子ども、胎児も含むそれから妊婦さんへの特別な配慮が謳われていて、まあ、定期的な健康診断ですね、子どもに関しては将来にわたって、あるいは医療費の減免も謳っていますし、まあ、そもそも国がですね、原子力政策を推進してきた結果このようになったということで、国の社会的な責任を明記しておりまして、こういったそれぞれの人たちの選択に応じた必要な支援を国が責任を持って行うということを定めているんですね。で支援対象地域に関しては基本方針で定めるとなっています。政府が作る基本方針で定めるんですけれども、これは法律にはその政府が避難を指示する基準、つまり年間20ミリシーベルトですね、これよりも低いが一定の放射線量のある場所を対象地域に指定すると書いてあるので、まあ、20ミリよりも低いが、まあ、何ミリより高い、この何ミリというのが決まらないわけですね。で市民団体はこれは年間追加被爆線量1ミリシーベルトが当然だろうと言っています。で、その支援対象地域に暮らすことを選択された場合は左のような図になりまして、例えば医療の確保であったりとか、食の安全安心の確保、それから放射線量の低減のためのさまざまな支援やリフレッシュキャンプなどですね、それから避難する場合は、就労ですね、働く支援であったり住宅の確保、それからいずれの場合も子どもたち、への就学の支援、それから、家族と離れ離れに暮らすことになっている子どもへの支援ということが謳られています。で、まあ、先ほど言ったように基本方針というのは政府が作ることになっておりまして、ここが要なんですけれども、国会議員の方でもこの動きを後押ししていこうということで、超党派議員連盟が今年の2月に発足しました。現在96名、参加議員がいまして、まあ、全会派から、それぞれ、出ています。こちらにいる、まあ、大体発議者の人たちなんですけれども、でそれから、この議員連盟がですね、たまにヒアリングを行っているんですけれども、この2月7日のヒアリングについて、特別になぜ書いたかというと、この時双葉地方町村会のヒアリングだったわけですね。いわゆる警戒区域になっていたり、まあ、双葉地方ですねの、市町村村長さんたちがヒアリングに来ていたんですけれど、まあ、彼らが要望書を出していて、そちらを見ると支援対象地域は年1ミリシーベルト超えだというふうに書いていまして、この辺りは市民だけじゃないんだということをちょっと示したかったわけです。
課題なんですけれども、議員立法でこちらできましたので、まあ、行政側にイニシアチブがどれだけあるかっていうのが疑問でして、先ほど言った基本方針、これは政府が策定することになっているんですけれども、もう9ヶ月経ちましたけれども未だに出てこないというおざましい状況です。それから具体的内容っていうのはその基本方針で定められるというふうにはなっているんですね、法律上。なのでなかなかですね、予算措置が不十分というか、まあ、これはなかなかこれまでついてきた予算、これまでの、まあ、延長線上の予算はあるんですけれども、なかなかそれ以外がないと言ったようなことがあります。でそんな中で現行の支援がですね、着々と打ち切られ始めていまして、昨年末に福島県外へ自主的に避難を新たにする方々への住宅支援が今まで災害救助法の適用がされていたんですけども、それが打ち切りになったというようなことも出てきています。で、ちょうど先週ですね、先週金曜日に3月15日に、復興庁や関連省庁が取りまとめて、その原子力災害の被災者さんのための支援パッケージというようなものが出されたんですけれども、まあ、こちらですね、一見すごく総合的にやられているようにも一瞬は思うかもしれないんですが、皆さんは自主的避難者の方の高速道路無料化というようなニュースでお知りになった方も多いかと思うんですけれども、ただですね、内容を見てみますと到底これまでですね、多くの被災者の皆さん、避難者の皆さん、あるいは支援団体が言ってきたような意見が反映されていませんし、また深刻な実態を反映していない。そもそも対象地域がですね、ほとんどの場合非常に狭く限定されていまして、まあ、被災3県あるいは福島県の一部といったようなものなんですけれども、まあ、原子力、災害の被害というのをもうちょっとですね、深刻に見積もる必要が あるんじゃないかと思っています。それから、内容ですね、これも不十分で、まあ、先ほど言った自主的避難者向けの新規施策というもので、高速道路無料化、これも一歩前進だとは思っているんですが、とはいえこれも福島県の中通りと浜通りと、宮城の丸森町だけなんですね。例えば栃木県であったりとか、いろんなところが対象外になっている、まあ、それからこっちのというか、母子避難者あるいは、まあ、妊婦さんは入るそうなんですけれども、そういった限定的な対象者である。でそれから健康対話についてがかなりひどいというか現状維持路線で、まあ、なんでこれがひどいかというのをこの後説明します。ですので、まあ、この支援施策パッケージ、復興大臣、根本大臣がですね、支援法に関する施策はこれで盛り込んだというような発言を記者会見でしたものですから、私たちとしては、いやこれは今のものを取りまとめたんだったらまだいいけれども、これで全てできましたと言われたら当然困るということで、緊急声明ということで発表しました。それがちょっと皆さんのお手元にあるんですけれども、1枚紙で、3月15日付のものになっています。今私が簡単に説明したような内容のものが入っています。ですのでこういったことにごまかされないで、まあ、一刻も早くですね、しかも充実した内容で基本方針の策定を急いでいただきたいということで、引き続き要望していきたいと思っています。すいませんが、私からはとりあえず以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ですね、今ご紹介した、支援パッケージについては、復興庁のホームページから皆さんにご覧になることができます。で今渡辺さんが言ったようにですね、要は今までのその起用の今までやられているさまざまなその、津波地震被害に対する、支援というものを一緒に盛り込んでいるなというのがあります。で避難者向けのその支援としては高速道路、無料化なんですが、地域が限定的であること、まあ、対象が、
限定的であることで、もちろんその高速道路を無料化ということ自体はいいんですが、それでその全ての対策をされてしまうことは、これは全てではない。他にいろいろ避難先での雇用問題、あるいは住宅の確保問題、いろいろあるのを忘れてしまっては困るということを言っています。でこの、皆さんのお手元の要請書の裏側にこの、発出団体が書いてあります。原発事故子ども被災者支援法市民会議、今ちょっとご報告からは端折ってしまいましたが、サフランという、福島の子どもたちを守る法律家ネットワークという若手の弁護士のグループと、そして国際FOE ジャパンが事務局をやっている、市民団体、被災当事者団体あるいは支援団体のネットワークがあるんですね。でここがちょうど3月15日定例会を持ちまして、でちょうどその日にこの支援パッケージというものが、公開されて、で私たちその内容をその場で見て、これはちょっとあまりにひどいんじゃないかと、私たちが今までこう要望してきたこととあまりにかけ離れている内容だということで、まあ、その場で声明を作って皆さんに呼びかけて、まあ、声明を出したというようなことです。でそれからですね、もう一つこの支援パッケージについてはですね、健康対応がひどいというのが今申し上げたとおりです。で基本的にその健康対応については、福島県県民健康管理調査という今やっている福島県内の、調査をやりますということが書いてありまして、で追加でいろいろやるようなことが書いてあるんですが、中を読んでみると、いわゆる安心キャンペーンですね、安心キャンペーン、環境省が例えば甲状腺がんについて、福島県以外の3県ですね、青森、山梨、長崎の3県で、検査をして濃厚の割合が、福島と変わらないあるいは高いというような結果を得ているわけなんですが、その結果を、全国各地で広めて、で、甲状腺がんというものに対する正しい知識を持ってもらうための予算ですとか、あるいはその安心、放射線に関する安心のためのアクションプランというのがありまして、でそれを福島県などで実施していくための予算というものが支援パッケージの中に盛り込まれていまして、いわゆるその安心キャンペーンをさらに、広めていくための、予算がついているという、内容で、私たちとしてはこれは認めがたいというそういった思いでおります。じゃあ続きまして、私の方からその健康問題に関する対応について私たちの活動を中心にお話ししたいと思います。で皆さん、ここにいる皆さんは多分もう何度も聞いて心配されていることだと思います。原発周辺の2011年度調査、福島県がやっている県民健康管理調査、原発周辺の13市町村の3万8000人から、3人の甲状腺がん、そして7人の疑いということが、分かりました。で福島県立医科大学はですね、いち早くこの事故との因果関係をまたもや否定しました。で、この7人の疑いということに関しては、いわゆる偽陽性と呼ばれている、本当は甲状腺がんじゃないんだけど甲状腺がんと診断されたというのを偽陽性というふうに言うらしいんですが、その割合が 10% ぐらいなんだそうです。つまり7人のうち9割ぐらいの割合が甲状腺がんなのではないかというふうに、医療関係者が見ているわけですね。でというわけで、つまり、掛け算して 3と足しますと 9.3 人という数になりますが、9人または10人が、甲状腺がんなのではないかというふうに見られています。でこれがその、2011年度分の13市町村のみなので、これからあとどうなるかというのは推移を見守らなければならない状況です。で、ですね、それから福島県の県民健康管理調査については後ほどお話しするようにたくさんの問題点があるわけです。
で、そしてまた福島県以外ではですね、そもそも、放射線被曝に関する健康の対応についてはほとんどなされていない。宮城県の丸森町が、自主的にですね、町としての判断で、甲状腺検査なんかはやっているんですが、ほとんどなされていないわけです。といった現状があります。で、県民健康管理調査についてはですね、何がなされているかといいますと、問診票の送付、それをこう書き込んでもらって、それをもとに外部被曝を、評価しています。で、それから甲状腺検査が行われています。それから検診が行われています。この3つがその今福島県で行われている県民健康管理調査ですね。で、ところがですね、この基本調査も甲状腺検査も検診についてもそれぞれいろいろな批判があります。で、基本調査についてはですね、その、実際に送られた側はものすごく細かいたくさんの項目を書いて返事をするわけなんですが、それによって返ってくるのは外部被曝評価だけで、しかもその評価手法が一体正しいのか正しくないのか外部から伺い知ることができない。なんかすごく低い被曝量が返ってくるわけなんですが、本当なのというような状況なんですね。で、そして内部被曝は評価されていない。項目にその健康状況について聞くような欄がないということで、一体この基本調査というものがどういう目的でやっているのかなというのは、疑問の声があります。そして甲状腺検査ですね。甲状腺検査については画像診断だけなんですね。しこり、嚢胞という、そういった画像の診断だけで、甲状腺機能が落ちてしまった、そのことによってその甲状腺ホルモンが、に異常が出た、そういうのを血液検査なんかでチェックできるわけなんですが、そういった項目がありません。そして検診ですね。健康診査と呼ばれている検診です。で、検診についてはなんとですね、避難区域のから避難した方々しか行われていないんですね。実際はなんかすごくたくさんいろいろ書いてあるんですが、書類を見ると、ただ実際は今のところ避難区域からの避難者だけです。で、その他の中通りの方々なんかは健康診査を受けてくださいねという勧奨、おすすめですね、受けてくださいという勧奨になっているわけです。で、ここに基本調査の結果必要と認められた人のみっていうふうに文言帳は書いてあるんですが、これいろんな経緯があってまだ行われていません。つまり基本調査の結果何ミリシーベルト以上の人は、健康診査を受けましょうっていうようなことに従ったらしいんですが、まともやこの何ミリシーベルトっていうことについて、秘密会福島県県民健康管理調査の問題になった秘密会なんかでは議論が行われたわけなんですが、結局のところこれは決まらなかったです。で、健康診査についてはですね、これが福島県県民健康管理調査の資料から取ってきたものですね。で、上の方がその内容、この表が内容になっているんですね。で、小児科医の先生なんかに言わせると、この内容は悪くない、内容は結構いろいろなことを網羅している。ただその対象が狭いんですね。これご覧になりますように16歳以上というふうに書いてあるんですが、それ以下の子どもたちは本当はもっと気をつけていろいろ検査した方がいいのにもかかわらず、項目が少なくなっているということがあります。で、先ほど申し上げた通り避難区域の方々のみが対象になっています。というわけでですね、この健康管理調査については、目的が不安の解消になっている、そして、小児甲状腺がんのみにターゲットを挙げている、つまり甲状腺がん以外の甲状腺機能の低下、あるいはそれ以外のがん、あるいはがん以外の疾患ですね、チェルノブイリのあとですね、いろいろなそのありとあらゆる病気というものが問題となって、それがそのおそらく放射線被曝の影響の厄介なところなんだろうと思います。本当にありとあらゆる疾患が見られて、子どもたちのその体力の低下から、心臓、肺、血管、さまざまな臓器の、病気というものが見られたわけですね。
そういうことが今は検査が行われていない状況です。まあ、その他にもいろいろな問題があるわけなんですが、強調したいのは一番3番目ですね。情報開示のルールが不明確です。多くの情報がプライバシーを理由に隠されてしまっていまして、福島県立医大側の説明のみなんですね。これを信じなさいという感じで、その根拠が示されていないわけです。つまり例えばその甲状腺がんの問題についても、放射線じゃなくて原発事故との影響はないというふうに彼らは言っているんですが、その根拠が非常にこう薄弱というかないに等しい。チルノブイリ後は4年目から急増したというようなことを言っているわけなんですが、ただ彼ら、例えば山下俊一先生のその論文なんて、あるいはチルノブイリ事故後のウクライナ報告とかベラルーシの報告を見ると、1年目、2年目からその少数とはいえ、がんの方々が見出されているというような反応に対しての説明になっていないようですね。まあ、その他いろいろ、彼らが、まあ、握っている情報というのがありまして、第三者が検証できるような状況になっていません。で、私たちとしてはこのままでは、健康対応、つまり一番の目的はですね、健康に対して何かあったときに早期に発見して早期に治療できるような体制であり、そのことがきちんとこう医療費の無償化の対象になったり、そのことによって、被害を受けた方が不利益を被らないというか、本当はすごい不利益を受けているわけなんですが、それでもちゃんとこう賠償の対象になるというような状況が必要なんですが、それどころかが現状把握ですらできないんじゃないか、何か起こった時にそれが把握できないんじゃないかということを大変恐れています。で、ちょっといろいろ申し上げましたが、2つ問題がありまして、現在行われている検査が不十分であるので項目を増やすこと、でそして対象を福島県外に拡大することが必要だと思っています。でその意味で今渡辺がご報告しました原発事故子ども被災者支援法の役割は大きいと考えています。で原発事故子ども被災者支援法は第13条にですね、この健康に関する考え方が書いてあるんですね。まず第13条で言っているのは、国がやるべきであるということを書いてあります。国がその、被爆の評価その他必要な施策というものを講ずると書いてある。で第2項ですね、でなんかすごくごちゃごちゃ書いてあるんですが、これは何を言っているかと言いますと、国が、ある地域に居住していた人、あるいは居住している人で、その妊婦さん含む、あるいはその胎児であるときにそのお母さんが居住していた人も含まれますね。でそういった人たちの、健康診断に関しては生涯にわたって実施されるようにするというふうに書いてありますね。で同じく第13条の第3項では国が、この医療費の減免に関して必要な施策を講ずるというふうに書いてあります。でところがご存知のように国は今何もしていない状況です。まあ安心キャンペーンをやっていますが、それ以外のことはやっていない。で、そういうことで私たちはですね、去年から市民団体としてはこの問題にいろいろなことを、提言していたんですが、市民団体としてだけでは大変限界があるなということを痛感しまして、市民専門家委員会というのを立ち上げました。皆さんのお手元に緊急院内セミナー、どうする放射線による健康被害への対応市民専門家による提言という紙が配られていますが、それの裏側にですね、この市民専門家委員会の概要が書いてあります。で、やることとしては現在の福島県県民健康管理調査に関する緊急提言ですね、であるいは諸々の政府の施策を検証していくことを目的にしています。で委員としては、崎山久子さん、坂上さん、島園進さん、福島市に住んでいる高橋さん、あるいは子ども福島の中田さん、あるいは小児科医、
医療関係者、チェルノブイリの研究者の方々に、あと弁護士ですね、弁護士の方になっていただいています。で、この市民専門家委員会でですね、まあ、とりあえずやったことというのが、2月28日に、緊急提言というものを出しました。で、今お話したような現在の福島県の県民健康管理調査に関する、問題点を整理し、あるべき健康管理の在り方というものに関して提言を出しました。で、それをまあ発表して政府にインプットするために3月7日に、院内集会と政府対話ということで、今の紙の表側ですね、これに簡単な、報告を載せています。で、まず岡山大学の津田先生ですね、この方は、水俣病なんかの、疫学調査に大変こうご尽力された方で、患者被害を受けた方々がきちんと、対応を受ける権利を得るということを証明することに大変実績、功労がある方です。で、この方の分析といいますか、この方が強調されていたことは、とにかくその今の状況が、甲状腺がんの率ですね、統計学上に優位に多発だということは確かであると。で、それはその、政府がいろいろ反論していますが、それを鑑みたとしても、今の状況は多発である、事故との因果関係を否定することは非科学的である、因果関係があるとかないとかいう、そういう水掛け論をしているのではなくて、とにかく多発だという状況を踏まえてきちんと対応するべきだということをおっしゃっていました。で、それからですね、崎山久子さんは政府が100ミリ以下は、発がんリスクを証明することは困難というようなことが政府見解になっているわけですが、それはそうではないと。今までの政府がやって、政府自身がやっているいろいろな調査を踏まえたとしても、それは低線量の被ばくのリスクを示しているような研究はたくさんある。で、それはがんであろうが肥がんであろうが、それは、共にゼロではないんだということを、まあ、さまざまな研究をもとに、お示しいただきましたというようなのが最近の活動です。ただ残念ながらですね、その時は環境省、そして復興庁が来ていたわけなんですが、環境省はですね、まあ、とにかく、国連のアンスキアですか、国連科学委員会でした、なんかのその報告を見ると、チェルノブイリ後出たのは甲状腺がん、小児の甲状腺がんだけである。で、それからその他県で の, その健康診断については必要はない、なぜならば、他県についてはその有識者会議なんかで、健康に影響がないということを県として決めたからであるという趣旨のことを言いまして、大変、まあ、大変な議論になりましたが、状況としてはそういう非常に政府の対応は高いという状況にあります。まあ、今後はそのこうした専門家の先生や、まあ、その他にも活躍していらっしゃる先生なんかと連携しまして、なんとかその、外から、声を上げていきまして、政府の態度を変えさせる、あるいは国会議員の人たちと一緒に動いていくというようなことを今考えているところです。はい、以上です。よかったですね、すいませんだいぶ超過しちゃいます。じゃあ続きまして、フクロウの会 の, 青木さんから尿検査、ハウスダスト測定から見えてくるものということでお話しいただきます。皆さんこんにちは。いつもですね、ぽかぽかプロジェクトに関心を持っていただきまして、いろいろな形で支援していただきましてありがとうございます。私の方からはですね、尿検査、それからハウスダスト調査、その他のいろいろ調査をやってるわけですけれども、できるだけ、まあ、最近の事情を含めてお話ししたいと思います。2週間ぐらい前でしたか、文科省のですね、空からの測定で、2011年に比べて 40% ぐらい下がったっていうような
報道がありましたけれども、非常に意図的だと思うんですね。もう汚染というのはどんどん少なくなっているというような、いかにももう放射能汚染のことは過去の話だというような報道だったと思います。でやはり個別に見ていると深刻な実態があるわけで、まあ、その辺をですね中心に最近の状況をお話したいと思います。でこれを私たちはですね2011年の5月からですね尿検査で子どもたちの尿検査で内部被曝の調査をやってます。この図はもうかなりの方見てられるかもしれませんが、フランスの市民放射能分析 NGO のアクロというところがありまして、そこへですね子どもたちの尿を送りまして、おしっこから出てくるセシウムの量を測ることで、まあ、内部にどのくらいセシウムを取り込んでいるかということを調査しているわけです。延べ170回、137名の方に行っています。今も行っております。でこれがですね今まで調査をした地域で子どもたちの尿からですねセシウムが出てきた状況を示しています。黄色いところがですね子どもたちの尿からセシウムが検出されたという場所です。白いところもですねそれぞれの地域たかだか5名ぐらいの子どもたちの調査ですので、まあ、たまたま発見されなかった。で黄色いところもですね、まあ、たまたま測ったところでは子どもたちの尿からセシウムが出てきたということで、まあ、大体こういうところで出てきているということを捉えてもらえばいいかなと思います。でこれがですねその尿からのセシウムの値を示したものです。横軸がですね2011年の3月11日からの経過日数ですね。ですから一番右の方はもう2年経ってますから、800日近くいってるわけですけど、そこまでいってませんけども、まあ、そういう日数になってます。で縦軸が、尿からのセシウム量です。でちょっと見るとだんだん減ってるようにも見えますが、400日以降ぐらいはですね調査範囲をかなり広げているという状況もあります。で、最近またですねやはり福島を中心とした地域を測定した方がですねやはり知らず知らず取り込んでいる子どもたちに注意を与えるという意味では大事かなと思って、また福島周辺をやっております。そうするとポコッと高い値が出てきたりしているのが状況があります。で今赤い点線で振りましたところはですね、実は同じ地域です。宮城県 の、 北の方に栗原市というところがありますけれども、そこ の、 子どもたちの値です。対象者はそれぞれ違いますけれども、2年近く経っても最初の頃と同じような値が出てくるというような状況もあります。でこれはですね、突然話が飛ぶんですが、1回今の基準の100ベクレルのものをたまたま取り込んでしまった場合と、毎日ちょっとずつ取り込んだ場合と、どちらが危険かということを示したグラフなんですが、このグリーンのグラフですね、これが1回100ベクレル体に取り込みました。で次の日からはゼロです。というと、まあ、あるスピードでこうだんだん減っていくということになるわけです。ところが、毎日、1ベクレル、毎日1ベクレル取り込むと、こういう形になる。それから毎日3ベクレル取り込むとこういう形になるということで、まあ、排出する量と取り込む量のバランスなんですけれども、ある一定のところでバランスしてしまうということですね。ですから、まあ、先ほどのこの、この子なんかはおそらくそういうことが起きているだろうというふうに思うわけですね。それでちょっとまあそういう目で見てますとですね、非常に重要な情報が見えてきます。これは新聞で報道されたんですが、去年の年末にですね、その今の子供がいた宮城県の栗原市で、自家用の消費米
要するに自分のところで食べるために作って取っておいたお米からですね、186とか208ベクレルの、セシウムが出てきたということなんですね。でそれに対して今年の1月にですね、宮城県が出荷自粛要請をしました。で宮城県は、測定をしたんですね、その地域ので、2万点の、米を測定したと。そうしたところ、実際の数値は69から100ベクレルが16検体出てきたということで、それ以外は不検出だった、だから安全ですということで、出荷自粛を解除 しました。で私は尿検査の値もあったんでちょっと変だなということで、実は詳しく調べてみました。そうしたところ、それがこのグラフなんですけれども、先ほどの2万件のうちの16件検出されたという数値が厚労省のホームページに出てます。でそれをまあ出た値をですね、度数分布表って言いますけれども、それで分析してみました。そうすると、まあ、非常に奇妙な感じなんですね。ここ95から100ベクレルのところの、米が約7個あった。で、100ベクレル以上のものは検出されませんでした。ところが低いところでこんなのがということで、普通こういう、まあ、ある自然界の現象とか測定の誤差とかを含めると、よく皆さんお聞きになると思うんですけど、正規分布するっていうのが、まあ、普通 の状況だと思うんですけれども、宮城県が測ったのはこういう分布で、ここから上はなしでしたよということで、まあ、これは非常に奇妙な値だと思います。測定の問題か、まあ、意図的にやってるかどうかそこまではよく分かりませんけれども、何か非常に違和感を持っているデータですということで、まあ、ここで言いたかったのはですね、行政の値を鵜呑みにして安全だったというようなよく調べずにですね、鵜呑みにするっていうのは非常に危険なことではないというふうに思います。それからハウスダスト調査ですけど、これをもうですね、同じお宅をですね、2011年と2012年で、測りました。そうしたところ、やはり高いところは非常に高止まりしているということですね。もちろん多少の変動はありますけれども、で逆に上がっちゃってるところもある。これはですね、2011年当時は締め切りの生活をしていたんだけれども、その後まあ開け放しの生活をしたらやっぱり外から入ってくるということで上がってしまうというところもあるということです。で子どもたち、特に床に、ね、転がったりですね、転がってるおもちゃを入れたりという、ある意味非常に埃に近い生活をしてます。で特に吸い込みっていうのは、あるその政府から出てる資料ですね、それで見るとですね、セシウム137でいうと、食べ物として取り込むよりですね、吸入として呼吸から取り込む方が3倍ぐらい危険だというようなデータもあります。ですから、食べ物から取り込むっていうのも注意しなければいけませんけれども、ほこりなどですね、土ぼこりなんかで呼吸で取り込むということもやはり注意しないといけない。それからあとですね、線量、空間線量の測定、あるいは土壌汚染の状況ですね、これは私たちフローの会と、それから リホイジャパンとですね、共同でですね、定期的に測定を行っています。渡りの状況は先ほどもお話ありましたけれども、昨年の10月ぐらいでも非常に高い状況です。チェルノブイリの基準で言えばですね、入ってはいけない地域、特別警戒区域ですね、そういうレベルの土壌汚染になっているということです。まあ数値は今回のは省略しますけれども、
まあ、そういうような状況があります。それからこれは大波地区というところですけれども、ここ の, あの佐藤さんのお宅はですね、一回除染したんですけれども、その瞬間は下がっている。ところがですね、約1年ぐらい経つと、再びあの山を抱えてますから、再び上がってきてしまうというような状況。それから田んぼもですね、依然高くて、米を作るような状況にはではないという状況ですね。こういうようなのが実態としてあるということです。それから同じく今 の, あの佐藤さんのお宅ですけれども、1階の茶の間で 0.2 家の中ですね 0.2 マイクロシーベルト、それから2階へ行くと 0.3 マイクロシーベルトということで、あの1階よりも2階の方が高いんですね。でこれは屋根のところを測ってみると、屋根の上の1センチぐらいのところで 1.6 マイクロシーベルトということで、実は屋根をですね、水で除染してるんです。ところがもうそのコンクリートの小さな穴に染み込んでしまってなかなか落ちないということで、屋根からの放射線でですね、2階が高いというような状況があります。それからこれはその地域の近くにですね、除染したものを土とかですね、植木等を積み上げている場所ですけれども、まあ実際はこんな状況です。コンクリートで周りを覆ってて外から見えないんですけど、裏から入っていくと実際はこんな状況でですね、非常に袋の上がですね、開いてたりしてですね、また待っていく可能性がある、そういう危険な状況になります。それからこれは渡りの状況ですけど、除染した土も持ってき場がなくて結局裏庭に埋めて、その上を土をかぶせてブルーシートをかぶせてですね、というような。それからこれはですね、つい最近いただいた写真なんですが、伊達市の小国小学校ですけれども、後ろに見える建物は小学校です。でそのグラウンドのすぐそばにこういう除染した土がですね、並べられているというような状況です。それからこれもですね、伊達市の霊山の掛田地区というところなんですけれども、なんか非常にショッキングな写真ですよね。ここのフェンスのこっち側は幼稚園です。でフェンスの向こう側はちょっと見えますかね、トラクターがあって除染作業をまさにしてます。で除染したものをですね、ブルーの袋に入れてるところですね。で子供がですね、幼稚園からのおそらく帰りなんでしょうけど、なんかちょこちょこっと行ってなんか速攻でなんか遊んでるような状況です。普段はですね、ここの保育園非常に保育には気をつけてくれてるんですけども、ちょっと目を離すとこういうような状況がある。もちろんこれ写した後お母さんすぐ注意しましたけれども、実際にはこういうような状況です。で付近はですね 0.6 ですね、これそれからそちらが1.25 ですか。そんな状況です。で、まあこれで言いたかったのはですね、やはりその個別に見ていくとですね、非常に高い状況、汚染しやすい、体内にも取り込みやすい、そういうような状況で子どもたちが生活しているという実態があるということをですね、私たちやっぱり忘れてはいけなくて。その中でですね、こういうところのお母さんたちと直接私もお話しするんですけれども、お母さんたち自身もですね、注意はしてるんですけれども、なかなか毎日の生活ですから、ちょっとこう気が緩んでしまうとか、周りは安全だとか言われると非常にそれにこうなびいてしまうという、そういうような状況もあってですね、やはりそういう中でですね、このポカポカというプロジェクトというのが、避難保養を進めるだけでなくて、そういう生活実態にあるところことをですね、再認識してもらう、いろいろそれを生活に生かしてもらうということの意味でも非常に大事かなというふうに思っています。
私の話は以上です。ありがとうございました。ここで質疑を入れたいと思うんですが、今の話の中で、ご質問とかある方いらっしゃいますかね。はい、先ほど見せていただいた除染した土が小学校に校庭にありましたけども、あの学校は閉校されてるんですか。授業やられております。それで、ここはですね、特定避難緩衝地点になっているところで、世帯単位で避難している方もいるんですね。そのお母さんと私コネクションあるんですけども、そうすると子どもは今までの学校離れるの嫌だということで、タクシーで送り迎えがお金が出て、それで行ってたわけです。でももう避難してるんで、新学期からはですね、避難先の小学校へ通わせたいというふうに言ったんですね。そしたら最初はこっちの小国の小学校も受け入れたんですけど、その後ですね、電話がかかってきて、タクシー代を払えば元の通りこっちへ通ってくれるんですかというふうな話があったそうです。要はこういう実態の中に子どもをですね、生活させて教育をするということが行政の方としては、そういう姿勢というか、お金を出してでもそういうふうにさせたいというようなことがあるそうです。ちなみに先ほど大波の測定結果出されていましたが、大波小学校は事故前が全部で40人ぐらいの子どもが、事故のあと1年ぐらいでもう 3,4 人になり、かつ、その後も数人レベルにどんどん減っていってしまったんですよね。ですから、その何というか、例えば大波のケースなんか、その結果として、その行政側、そのコミュニティが崩壊するといって、避難区域に指定することを拒んできたわけなんですが、結果的にはみんなこう散り散りになってしまったという現状なんです。で、本当はだから統一的にね、学校ごとの移転というようなことを検討していれば、そのような散り散りになるということは防げたかもしれませんね、という痛ましい状況があると思います。他にご質問ありますでしょうか。子どもたちの甲状腺がんの検査の結果のプリントにも新聞にも出ましたが、他県の長野ともう一つところけど、そちらの方が高かったみたいな記事だったと思うんですね。それはどういうふうに考えればいいんでしょうか。日本全体がもう汚染されてそういう結果になっているのか、その検査自体が間違っているのか、どう見たらいいのかっていうのがわからないので質問します。ですね、環境省の調査ですね、青森県、山梨県、長崎県の3県の4500人を、検査したところ、つまりあれは農法とかしこりを見るその一次検査を実施したところだと思うんですが、その農法とかの率が福島県と同等、あるいはやや多いぐらいだったんでした。であれについては私たちもしっかりとこう検証して、何かコメントを残さねばと思っているんですが、まだちょっとできていないんです。でただ皆さんもお気づきのように、つまり一次検査止まりですよね。その先どうなったのか今わからない状況ですし、先ほどご紹介した3万8000人中3人ないし、9.3 人というような甲状腺がんについてはもちろん、全然何も、触れられていないようですね。ですからそれをどう見るかっていうのはちょっとすいません、私は現時点では答えることはできないんですが、
あれだけをもって、福島県と他県は同じ結果であるということは、それができないんじゃないかと。つまり、あの調査でカバーされていないことがあるのは気をつけなくてはならないと思います。で、あとはその詳細について、まだ最終的な報告書が出ていないので、わからないですね。何か山田先生とか、はい。小児科医の山田誠です。ですね、いろいろ問題があるんですけど、一つは、何かその、がんになるのが前兆があってがんになるのだというふうに思われるとそれは違うらしいので、この間ロシアのバレバさんっていう女医さんが来られた時にもちょっと聞いたんですけれども、要するに脳梗とかそれから結節とかいうのがだんだん変化していってがんになるっていうふうに思うかって聞いたら、丸山さんもそうではないだろうと。で、だから今のところ、まあ、ああやって前兆があるかのごとくに調べてますけれども、現実に、まあ、例数は少ないんですが、神戸の六甲診療所っていうところで、2歳から18歳ぐらいまでの、103人の、子どもの甲状腺の検査をやって、これはもうずっと神戸に、住んでいる人たちなんですが、でこれを、まあ、汚染されてるって言っていいかどうかちょっとわからないんですけれども、一応放射能を受けてない対象っていうことで103人見たのでは、脳梗と結節持ってる人が 66% ぐらいあるんです。だから福島の倍ぐらいになってるんですね。で、私の友人やなんかで あんまりその甲状腺を見てる人って少ないんですけれども、大人なんかで見ると少なくとも半数ぐらいは脳梗は持ってると、というふうに言ってるので、これはだから脳梗自体がちょっとその、放射能のせいっていうことにはあまりならないと思うし、それから脳梗や結節を持ってるから将来が危険だということでもないと。で、私なんかはむしろ何でもないって言われた人たちがなんか大丈夫だと思ってあと追跡しないとか、あるいはその感覚が減らされるとかいうのがおかしいのであって、本来的にはスタートラインとしては同じだと同じだと思えばいいと思うんですね。それからその脳梗と結節を一緒にしていいかということもあって、でおそらく脳梗は、まあ、他の人間の体の中の、胆のうだとか腎臓だとかなんかにある脳胞もほとんど悪化しないと、それが変化していくことはなくてずっと脳胞で終わるっていうことですから、甲状腺でもおそらく脳胞は変わらないと思うんですね。ただ結節の方がどうなるかっていうのがちょっとわからないので、だから本当はその脳胞と結節を一緒にして何パーセントって言っちゃうのがおかしいと思うんですね。脳胞何パーセント結節何パーセントって言うべきだと一つは思います。それから今言いましたように将来的にがんというのはおそらく前兆がなくて突然出てくるものでしょうから、だから今何でもないって言われる子でも急に出てくるっていうこともあるので、そういう意味ではみんな同じ感覚で、同じような追跡の仕方をすべきだというふうに思います。それから脳梗については藤津克美さんって、チェルノブイリにも行かれて、日本でもずっと神戸の方で、まあ、その六甲診療所っていうのも藤津さん のプロジェクトで、調べられたわけですけれども、藤津さんなんかが言われるには2歳から18歳っていう区切り方もおかしいと。でどうも脳梗って思春期に多く出てくるみたいなんですね。脳梗が生まれつきあるものなのかある年齢になって出てくるものか分かりませんけれども、リサーの感じでは思春期に出てくると。でそうするとですね、その思春期を入れちゃうとすごいパーセントが多くなっちゃうんです。だからその本当はもっと細かく刻んで年齢別に、2歳まで何パーセント、5歳まで何パーセント、で15歳からもう18歳ぐらいになっちゃうとほとんど子供扱いできないっていうか、もう大人の領域に入るので、これはなんかそれこそ食品の測定の丸ごと測定みたいなもんで、合計の仕方がおかしいと。でだから
いろいろ今発表されている内容についてももうちょっとその年齢区分をはっきりさせるとか、あるいはその地域もそのプライバシーに属するので、どこをどのぐらい線量を浴びた人がそういう結節やなんかが出てきたのかというか、影響判定になったのかとかなんかっていう詳細を一切発表しませんけれども、今例えば10人その疑いということで出ている人についてももう少し地域的なことだとかなんかが分かれば、線量との関係なんかで因果関係があるんじゃないかというふうに言えると思うので、その辺は非常に大雑把なデータであるから、あれではものが言えないということと、それからそのやっぱり何か結節や濃厚っていうことで、それがない人はもう大丈夫っていうふうに印象を持たれると、それは非常に危険なことだというふうに思います。先生、先ほどご紹介いたしました市民専門家委員会にも入っていただいていまして、そして福島県で健康相談あるいは避難者の方々の健康相談なんかをされています。大変力強い、応援をいただいています。じゃあちょっと時間の関係もあるのでまた先に済ませていただきまして、次にポカポカプロジェクトに関して、まずはですねポカポカプロジェクトがどういう経緯で始まったかということに関して、ビデオでですね、これアワープラネット TV が作成してくださったポカポカプロジェクトの背景についてのビデオがございますので、それをご覧いただきたいと思います。
対象者が避難を望まなかったとして政府は指定を見送ったのです。小さいお子さんを基準に考えたときに、そして本当に特定避難対象指定を指定しないということは正しい選択なんだろうかと思うんですけども、そう考えたくないじゃないですか。問題ないんですよ。ここに住んでもいいのかという質問の最初に対し皆さんからいただきますけれども、私こちらに来て、こうした伊達市や南相馬市での特定避難勧奨地点も担当しておりますけれども、そうした地域に比べてですね、こちらは全体的に見るなら、相対的に見ればですね、線量は低いです。これは間違いない。住民の健康影響ということでお聞きになられたことがあるかもしれませんけれども、基本的に一組に距離しないです。しないですがですね、例外的なのは考えません。南相馬市は地上50センチ、2マイクロシーベルトで避難が選べる。避難しなくてもいいんですよ。選べる。これはなんで福島で通用しないの？南相馬においてはですね、市がですね、50センチ、2マイクロシーベルトというふうにおっしゃられているかと思いますけれども、私どもはですね、そうではなくて、実際に地理的にどのようになっているのかということを一つ一つ確認させていただいております。これはあくまでは国が設定する設置点であって、市の方がその、基準とかそういうものに対して市を支えたことではありません。説明会は5時間以上に及び、終了したのは0時過ぎ。しかし住民の要望は何一つ聞き入れられませんでした。去年6月にスタートさせた特定避難勧奨地点の制度、国の制度でありながら自治体によって基準に違いが出ています。子どもと妊婦の基準のある南相馬市です。153世帯のうち8割以上の120世帯がこの基準によって指定されました。しかも8月3日に実施された第2次指定では72世帯の全てがこの基準でした。渡里地区で暮らす阿部雄一さん、1歳の娘さんがいます。阿部さんの自宅は政府の調査で50センチの高さで毎時2マイクロシーベルトを超えています。もし南相馬市であれば特定避難勧奨地点に指定されるはずです。4月のね、20日に初めてかかったんですよ。庭とか家の中を階段パンと借りてきて、その時に高いぞと、うちがなんだこれはと、福島市の県センターのあそこと違うじゃないかということで、で窓際にいたんじゃまずいと、線量高かったで、一番低いのはね、ここだったんですね。このここで今寝てるんですけど、ちっちりはで、そこにママが寝て、全体をここに移動して、我々大人のいるところをそっち側に、よく言われるのは、すぐ県庁があって、渡里っていうのは県庁から1.5キロしかとか2キロしか離れてないから、特定避難勧奨地にできないんだみたいなことは言われますけど、除染の間だけでも子供のいる家庭とかは避難させてもらえないかと。行った詳細調査に問題はあると、そういうことを言っているんですよ。ですから、この地域につきまして、より他の男性の調査の方をしっかりと取り入れます。ちゃんと調査しろ、まず。そして、実際の方法は今この瞬間にも疑惑続けてるんですよ。今、私は除染しましたけども、でも、その泥を上げて、空間線路が高くなって、そこをご結婚、また子どもたちが知っているんです。本当に線量が下がりません。子どもたちの命、本当にたった一人の命だって私は大切だと思うんです。だから本当に子どものことを思って考えてほしいんです。でも今住民の方々がおっしゃっているように見えてる方でも、自分の深い野菜が出ている、それに対して不安を感じていると調査
行きました。30オーバー。オーバー、30オーバー。30オーバー、やばいですよ、坂上さん。見てください。行政の対応を待っていては遅い。自分たちの手で事態を変えていくために、今、複数の市民団体が協力し、新しいプロジェクトに着手しています。その名も、福島ポカポカプロジェクト。福島市内で比較的放射線量の低い土湯温泉に子どもたちを連れて行き、一時的に保養させるプロジェクトです。土湯だとですね、まあ、渡から車で30分ですね、とにかく福島市内では最も低い線量の地域で、効果が期待できるのではないかというそういうお話もいただいています。子どもたちの被爆というのはどん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 進んでおります。なんとかこのプロジェクトを成功させて、早期に子どもたちを被爆の危険から守ってあげて、お取り組みいただいた方から温かいメッセージをたくさんいただいています。で、正直一つ一つ僕メッセージを読んでるんですけども、本当に嬉しい。ありがたい。本当に皆様の思いが伝わるメッセージたくさんありがとうございます。で、その思いをやっぱり無駄にしないように頑張っていきますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ご覧いただいた通りですね、これ去年制作されたビデオなので、ナレーションで去年とか今年とか言っていたのは、特定避難勧奨地点が始まったのは2011年ですね。で、その当時のことを振り返っているんですが、今はそのご存知のように特定避難勧奨地点どんどん指定解除になっていまして、むしろその避難より帰還が促進されているというのが現状です。で、はい、早速なんですが、これが「ぽかぽかプロジェクト」が始まったのは2012年の1月からです。で、2011年の、6月から12月にかけて、私たちとしては20ミリシーベルトはおかしいと、20ミリシーベルトは撤回すべきだ、そしてその何というか、一律これ以上だったら政府指示の避難区域、これ以下だったら、自主的避難というのはおかしいじゃないかと、チェルノブイリと同様に避難の権利を認める、その住んでいる人たちが選択できるような区域を設けるべきだということも主張したんですね。で、その過程で渡りの子どもを守る会の菅野さんたちとお会いして。で、加藤さんたちと一緒にこの渡り、とにかく渡りは線量も高かったし、土壌汚染も深刻だったので、渡りを一つのこう突破口にして、この、避難の権利獲得の事例を作ろうとしたんですよね。ところが、ご覧いただいたようなすごくこうさまざまなやり取りがあったんですが、結局のところ、私たちは政府を変えることができなかったんです。で、10月に政府説明会があり、政府交渉があり、住民との中、いろんな皆さんと一緒にこう署名を集めたり、それを提出したり、いろいろなことがあったんですが、政府を変えることはできない、ただこのまま引き下がることはできないということで、かなりバタバタとですね、今日、いらっしゃる
あの高木さんとかがですね、じゃあ民間の力で避難を促進したらどうだろうみたいなことを意見をいただいて、その時はみんながですね、いやいやそんなのダメだと、あのこれは政府がやるべきことで、民間の力なんてたかが知れているからというんで即座に否決されてしまったんですが、ただあの私たちはもちろんその地域の、あの子どもたち全てをどっかに移動させることなんてできないんですが、ただあの見せていく、こういうことが必要なんだということを見せていく、その何かに上がるんじゃないかということで、ポカポカプロジェクトを急遽始めたという、そういうことです。でやってみていろいろ実はすごく難しい話なんだなということが分かり、これはやっぱり民間の力は本当に限界があるなっていうのが正直なところです。で、そこら辺は、まあ、これからお話しいただく皆さんがいろいろな思いを語っていただくと思いますので、まあ、最後にまた、皆さんとシェアしたいと思いますが、じゃあ、まず今土湯峠の方で今ビデオに出てきました、土湯峠温泉という鷲倉温泉とか相模屋温泉とか野次温泉とか非常に素晴らしい温泉があるんですね。私温泉好きなんですが、ここはいいなといつも思うんですが、そこを今まではベースにして、このポカポカプロジェクトを進めてきたんですが、じゃあ加納さんから状況についてご報告、あと渡りの状況についても一言いただきます、はいはい、改めましてよろしくお願いいたします。まず最初にこの福島へポカポカプロジェクトの方に皆さんのご支援いただきまして誠にありがとうございます。改めましてお礼申し上げます。ありがとうございます。まず最初に地球の状況という前に先ほど美曽さんの方からちょっとお話ありましたけども、そのポカポカプロジェクトが始まったわけという今ビデオ流れてましたけども、実は私的には別な感想があるんです。この始まったわけには、まずその女性の間だけでも子どもたちを避難させたいということから計画が始まったんですけども、正直その頃私たち、まあ、一般市民ですし、その資金の問題、どうやって計画していったらいいか、そういうのは全く分からない状況だったんですね。でも、なんとかしたいねなんていう話をこうミスターさんたちとしてたら、ミスターさんやりましょうと、はっきり僕に一言言ってくれたんですよ。で、やりましょうと言いますけども、その後どうしていったらいいんだと。でも、いや、始めるからにはもうなんとかするよと。で、まあ、こうやってもう1年2ヶ月、ポカポカプロジェクト継続させていただいてますけども、ミスターさんとかが最初くしびきったかもしれませんけども、その後は本当に皆さんのお力があってここまで継続できたものだと思ってます。私もまさかこんな1年2ヶ月もの間このプロジェクトがやっていけると思ってませんでした。本当にもう何て言うんでしょうね、感謝の言葉しかないです。ありがとうございます。じゃあ改めて今の地中の、状況というものをちょっとお話しさせていただきます。土湯は本当に早い1年2ヶ月が過ぎまして、始まった当初は、土湯温泉街といいまして、もう少し近場の、温泉街も利用していたんですが、まあ、最近は土湯温泉郷といいまして、もう本当に山のてっぺんですね、秘境と言われるところですけども、そちらの方に協力いただきまして、子どもたちの方の、一時保護の方させていただいてます。で、まあ、この中にも、まあ、土湯までわざわざ足を運んで、応援してくれた方もいらっしゃいます。まあ、本当に先日の、まあ、2月の23日ですか、北海道なんかで死者が出た猛吹雪の時ですね、わざわざ本当に土湯まで来ていただいて、で子どもたちにお土産までいただきまして、ありがとうございます。で今、土湯に、私もよく行くんですが、思うことですが、震災からもう2年以上過ぎてます。で福島市、私が住んでいる福島市渡地区ですけども、福島市では、安心安全というもうほとんどキャンペーンですよね。でそれを毎日のように連呼しています。で渡地区にはご存知の方も多いかと思いますけども、桃源郷と呼ばれる花見山、私が住んでいるところから、それで1キロぐらいの場所ですかね。でそちらを今年からまた改めて開園します。で観光客誘致に今福島市は注力してます。ただその安心安全と言います。先ほど甲状腺の検査結果も当然新聞報道で大々的に発表されましたけども、ただそれで我々の
その不安っていうのは払拭できてるのだろうか。おそらくこれは不安は払拭されてないと思います。でこの2年以上にわたって国やその行政がついてきた嘘と言ったらいいんでしょうか、我々をこうまやかしているといったらいいんでしょうか。で住民の多くはそれに対してもう信用ができなくなってきてますよね。でもうすでに、2年以上経って今でもこのポカポカプロジェクトに参加される方が減っていかない。逆にその今ではキャンセル待ちなんかも出るぐらいで全く減っていかない状況ですよね。本来なら震災から2年も過ぎているわけですから当然減ってもおかしくないんですよ。でいろんな方々と私お話してみるんですが、そのお話聞いてるとですね、2011年震災の年に言ってたことと今言ってることってそんなに大きな変化ないですよ。で変わってきてることっていうのは皆さんが不安危険ということを口に出せなくなってきてる。これをその何でしょうね、地元で言うことが変わってんじゃないと、もう大丈夫だよと、で周りから非難されるというお話がよく出てきます。で逆にその今ポカポカプロジェクトというのは子どもたちを雇用させる場でもありますけども、その多くの不安を抱えるそのお父さんやお母さんたちの情報の交換の場にもなってきてるんじゃないかと思ってます。ただ正直昨日ちょっと私いい経験をさせていただいたんですが、昨日紀勢町というところにできました。当然私名前は知ってはいたんですけども、紀勢町があんなにすごいいい場所にあるっていうのは知りませんでした。はい、六本木ヒルズのど真ん中っていうんですかね、あそこは本当にお金持ちの方しか住んでないような場所だと思います。なんかお家賃が4400万というお話も聞いたんですけども、すいませんお金の話で、ただその4400万でこのポカポカプロジェクト一体どのぐらいやれるかっていうことを計算しました。まあざっくりですけど2年やっていきます。まあざっくりですけども、で今1年2ヶ月で延べ人数2900名の方受け入れさせていただいてます。でこれは本当に皆様の本当に温かいご寄付の上で成り立っているプロジェクトでもあるんですけども、これをいかに今後継続していくかっていうのもまた一つの課題です。で我々もそのミサさんはじめいろんな方々と今後についていろいろ話し合ってますけども、やっぱり多くの参加者の方はまだまだ続けてほしいと、やめないでくれということをよく言われます。これは毎回私参加するたんびに皆様から言われるお話になります。ただこれの継続の困難さっていうのも本当に肌身に締めて感じている状況ではあります。で今三田さんとか坂上さんとかいろんな方のお力があって、助成金を獲得してもらったり、努力はしていただいてますけども、なかなか困難な状況であるっていうのも事実かなと思ってます。なので今日はぜひその今日参加していただいた皆様にはお願いしたいことがあります。まだ福島っていうのは何も変わってないんだよと、でこういったプロジェクトもやってこれを必要としている方がたくさんいるんだよっていうことを一人でも多くの方に伝えていただきたいと、今日はそのお願いをしたいなと思ってます。よろしくお願いします。また私も長いことになったので申し訳ないんですが、これで終わらせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、ポカポカプロジェクト、なんと言いますか、短期滞在、1泊とか2泊の短期滞在で、その放射線 の, その、低い地域で滞在するっていう雇用と呼ばれているのは、例えばロシアなんかでは、2週間とか3週間とか、そういった単位 の, その休暇が確保されているらしいんですね。ですから本当 の, その効果が出るっていう意味では微々たるものっていうかほとんどないというか、ただ私たちが思ってもいなかったことなんですが、参加者の間で、情報交換したり普段喋れないことを喋る場が持てたというのはすごく私たちが予期しなかった効果だと思います。であと私がすごく嬉しかったのはですね、ある集会で、ポカポカに参加したから私は避難を決めましたっていう人にお会いしました。でですからなんかずっとこうなんというかこう
閉ざされたような気持ちでおられる方が、ポカポカに参加していろんな人と話したり、ポカポカセミナーに来てくれたりして、何かを決意するきっかけになるっていうのは嬉しいことだなというふうに思っています。じゃあ、続きましてですね、このポカポカプロジェクトはこの人がなくては全然ダメだったという、事務局を支えてくださっている岡野さんです。お願いします。ではポカポカプロジェクトで事務局をさせていただいております岡野です。先ほど菅野さんからもありましたように、土湯峠でのポカポカは皆様にご協力いただきまして、今年3月16日のご利用までで延べ2900名以上の方にご利用いただいております。そんなポカポカを運営していく上でのいろいろなことは、ポカポカに関わっているいろんな人や団体で分担しているんですけれども、私は主に日常的な事務作業、利用者さんからの申し込みを受け付けて旅館を手配して利用者さんに確定のご連絡を入れたりというようなことを行っています。そういった日常的な事務作業を担当としては、今他にお二人いらっしゃいまして、会計を今日もいらっしゃってくださっているんですけれども、原田さん、あと事務作業全般を三田さんという方が大体週に1回ぐらいのペースでお手伝いくださっています。で、私がポカポカにスタッフとして関わったのは第1期の途中からだったんですけれども、私の容量が悪いこともありまして、もうそろそろ慣れただろうと思われている頃なんですが、未だにちょっと利用者の方にも支援者の方にも届かない対応がありますことは本当に申し訳ないなと思っております。皆様の寛容さに助けられているなと思っております。どうもありがとうございます。ポカポカの事務作業とお伝えしても、あまりこう何しているのかなっていうことの方が多いかなと思うんですけれども、大体こう地味な作業が延々と続いていくっていう感じなんですね。以前期間限定で大学生の方がお手伝いに入ってくれたことがあったんですけど、その地味な作業をお願いしていたら、その大学生さんが僕がいる間になんかこう人手がいるようなこととか、これを終わらせておけば楽になるようなことをどんどん言ってくださいねって言ってくださったんですけど、それを聞いて私もあっと気がついたんですけど、月に数回ぐらいはそういう人手があれば済むようなこう大量の作業みたいなこともあるんですけど、ほとんどはその基本的に事務とあとご連絡が中心なので、地味な作業がずっとつながっていくっていう感じなんですよね。それでその方にもそうお伝えして、その地味な作業を手伝ってもらってたんですけど、あ、本当だ、地味だけどこれ終わらないですねってその方にも言われたぐらいだったんですよね。それでその地味な作業の合間にまたお問い合わせなんかのお電話もかかってくるんですけど、ポカポカの携帯電話はたまに他の人に預かってもらうこともあるんですけど、基本的には私がお預かりしてまして、24時間対応にはできておりませんし、私も毎日いつでもポカポカできるというわけではないので、出られないときはまあメッセージを残してくださいっていう形にしてるんですけど、だいたいですね、朝8時半くらいから夜9時くらいまでの間ですと、いつかかってくるかわからないというような状況でして、これも時間を区切って時間外はもう対応できないということにしてもいいんじゃないのって言っていただいたこともあるんですけど、結局こちらから連絡をするにしても、連絡いただくにしても、昼間の方がご都合がいい方もいらっしゃれば、その夜じゃないとどうしてもお仕事しているのでという方もいらっしゃるので、結局こちらも困るしあちらも困るしということで時間を区切ることができないでいます。で、今週の火曜日にはちょうどこちらから電話をかける必要がありまして、宿泊決まった方に関係の方と関係の方ですという連絡したんですけど、ちょうどその時はご利用日が春休み中のご利用日ということもあって、すごくたくさんお申し込みいただいてましたので、4時間かけても終わらないということになってしまって、ずっと4時間電話をかけて話し続けてまして、ちょっとさすがにこちらもぐったりしてしまったというのと、あんまりちょっと遅い時間にかけちゃってもいけないなと思って、もう諦めて次の日に持ち越してしまったんですけど、この時はちょっと私も甘く見ていて、計画性がなくて誰かに手伝ってほしいって声をかけることなくて一人でやっていたんですけど、そういう時にちょっとこう人手が欲しい作業あるに声をかけてみることができる方がもっといらっしゃったらなと思っています。そういった実際の作業などに加えて、その自分の生活の中にもちろん自分の仕事もありますし、他の活動ですとか家のことなんかもあるんですけど、その中で今他の占めてるウェイトがすごく大きいことですとか、携帯電話を持っていることもあって、実際にもその気持ちの上でもちょっと他から解放される日を持つっていうことがなかなか難しく、疲れを感じることもあるんですけど、利用者さんからのアンケートを載せてくれる皆
皆さんの切実な思いですとか、ご支援くださる方の子どもたちや親御さんへのメッセージなどを私も読ませていただいて、私も自分のできることをできるところで頑張りたいなと思っています。また時々直接スタッフに向けて温かいお言葉をいただくこともあるんですけど、そういうこともすごく励みになっていますし、そういった中で大事なことにハッと気づかされたりしたこともありました。本当にそういった言葉をかけてくださる方々に感謝しつつご報告しています。福島の原発の事故はまだ過去のものとはなっていませんし、その事故の前とは違う、でも続いていってしまうその日常の中に子どもさんたちもその親御さんたちもいらっしゃいます。それもいつまで区切られたものではありません。そんな中、事故の影響を全くなくすことはできませんし、先ほど美佐さんがおっしゃったみたいに、その私たちのできることっていうのは限りがあるんですけど、だからってその事故の影響をないふりをすることも私にはできないし、今日ここにいらっしゃってくださった皆さんもそういうふりができないと思っていらっしゃる方々だと思いますので、罪がなく本来守られながら子どもとしての時期を過ごすことのできたはずの子どもたちが事故のために味わわなくてもよかったはずの痛みを抱えて、少し早く心が大人になっているっていう現実を今私たちが突きつけられていますので、せめてその痛みを減らす努力をして、子どもたちがその生涯を通じて痛みを健全な心力に変えていくことができるように、その子どもたちや親御さんにみんなで寄り添っていけるように、他のスタッフとも皆さんとも現地でご利用の方々とも協力しながら、これからもポカポカプロジェクトに取り組みたいと思っています。どうぞ皆様ご視聴によろしくお願いいたします。大変こうポカポカプロジェクト、結構問い合わせ対応とかも大変なことが多いと思うんですが、支えていただきます。そしてですね、ポカポカプロジェクト、土湯陶芸をメインにしてやっていたんですが、去年から新たな展開を見せています。夏休み、冬休みにですね、南房総で、キャンプという形で地元 の力強い皆さんに受け入れていただいて、大変素晴らしい、キャンプを持つことができました。ということで、その南房総のキャンプの様子について、じゃあ羽田さんからお願いいたします。皆さんこんにちは。南房総市 の子ども会育成会の会長をしております羽賀と申します。前回、昨年ですね、夏と冬で、子どもたちを集めてですね、キャンプあれば野外活動をしましたので、その報告をいたします。南房総市というのは今回選んだところはこの写真にある大房岬というちょうど東京湾の入り口にあたるところで、昔から戦争時はですね、かなり東京を守るための軍事施設がいっぱいあったところです。これでですね、ここの少年自然の家というところを利用してですね、昨年の冬は12月21日から24日行いました。まず前回ですね、夏休みの時に海と川を中心に活動したんですけども、ちょっと複数回やらないとあまり効果ないんじゃないのという話が出ました。冬はですね、どのくらいの期間できるかなということで話し合ってですね、終了式終了後に注文してやれば3泊4日はできるだろうということで、決めました。それから、前回の反省もあってですね、最初から子供たちが馴染むまで時間かかるので、できればですね、前回の参加者を中心に募集したらどうかと。で、特に感じたのはですね、ここにバラバラの子どもたちが集まってくるんですけども、スポーツ少年団とかそういういくつかのグループができるとですね、あるいは男女の壁ができるともう全然こうお互いに触れ合わないんですね。で、これは今の現代の子どもたちも同じですけども、暇さえあればゲームをしたり、あるいはテレビを見ながらスナックを食べると、そうすると当然お腹もあんまり減りませんから、出された食事も残してしまうとかですね、おいしくないとか、不平不満がかなり出るんですね。で、本来子供はもっとたくましい野外でですね、育っ
ていうのは我々今子ども会としても望んでるんですけども、やっぱり福島も同様だろうということで、今回はですね、できれば同じメンバーを中心に集めたらどうかということで一応今回募集しました。で今回の目的は冬ですけども自然の中で思いっきり遊ぶと、で野外の中で、精神を解放しようと、それからできるかどうかは分かりませんけども、判別活動の中での成長を図りたいと、で仲間意識とか助け合い精神を少しでもここで学ぼうじゃないかと思いました。それから季節に合った活動ということで、野鳥とかですね、あれ星空の観察がです、ね、非常にしやすい時期ですので、これをメインに考えました。で今回の参加者ですけども、年齢構成はですね、7歳から12歳、男女比ちょうど9対9で、前回参加者がですね、全体の18名中15名と、でこれに付き添いで親御さんが2人参加されています。でこれ取り巻くスタッフですけども、付き添いの親御さんが2名、それからボランティアの運転手をやってくれる方が3名、それから差し入れなどで3名、それから、ヤングって書いてありますけど、その写真のですね、右の3名の高校生と地元のですね、中学生が一緒に行動してくれてます。それからカンパで、景品とかですね、そういうビンゴの後でできますけども、カンパやいろんな写真台を出してくれる人が3人、それから講師ですね、今日も見えてますけど野鳥観察で、西海さんって方を お願いしてあります。で合計20名がですね、今回の冬場でのスタッフになります。で今回の活動内ざっと時系列で説明します。で1日目が21日の午後福島駅に集まりました。でスタッフであるエリシャさん、それから FOE で、ボランティアやってくれてる陽介君、陽ちゃんがですね、出迎えに行きました。で最初なんですけども、結構もうなかなかですね、知り合いが今までいなかったんですけど、今回は知り合いがいるということで、リラックスした感じで移動できました。でその日の夕方にですね、東京駅経由でバスに乗り継いでですね、これは近くの民宿でカレーを食べて、夕食しました。時間がですね、限られた中でやってますので、協力してもらう形でやってます。それからすぐにですね、その後に夜にですね、少年自然の家で入って、ガイダンスを受けると、それから自然の家ですので、あまり施設的には整ってないんですけども、二段ベッドですね、集団で遊ぶという形です。これ翌日ですけども、午前中ですけども、台風少年自然の家で、朝食で、ここはですね、自然の家ですので、順番で、自分たちで、準備して片付けるということを必ずやるということで、朝夕毎回2回ですね、順番で、必ず一役するということでやっています。でたまたま、午前中はですね、あいにくの雨で、体育館でですね、いろいろなゲームをして遊ぶと、体を慣らすということから始めました。それからこの日の午後ですけども、判別でスコアオリエンテーリングという岬をですね、一周回るコースで、みんなで、スコアを競うという形でやりました。それから夕食後はですね、プラネタリウムをやりまして、ここ の施設長の方が東北出身ということで、いろいろ協力してくれまして、機械操作もですね、子供たちにさせるという体験もできました。それから、3日目ですけど、これは今回の一つのメインですけども、自分たちで何か作ろうということで、自分たちでですね、カレー作りに挑戦しました。で全部判別でですね、役割を決めて実施するということで、ご飯もですね、カレーも、かなりうまくできたかなと思います。で一番びっくりしたのはですね、我々が地元でもやるそうなんですけども、結構残飯がいっぱい出るんですね、カレーをやるとですね。で今回はですね、残飯も一切なしなんですね。でやっぱり自分たちが作ったという自覚もあるとですね、それから動いてますのでお腹も減るということで、これは初めての経験でした。それから今回はですね、鳥博士を国立科学博物館の西見さんに、協力を願ってですね、この岬の冬の鳥の観察を一緒にやりました。
で、まあ、この町をですね、一周しながら、まあ、いろいろな鳥を見つけたり、それからちょっとした遊びを見つけながらですね、やってます。で、下のはその集合写真です。それから夜はですね、なかなか夏はできないんですけども、ナイトハイクをですね、やりました。で、夜の戦争遺跡でですね、ここは幽霊が出ることで有名なところなんですけども、真っ暗なところに行ってですね、本当に自分の目だけで明かりがないところに行ってですね、まあ、夜道を歩くっていう経験をなかなか都会ではできないんですけども、まあ、福島今年も初めてだったと思いますけども、そこに行ってですね、ちょっと怖い体験をしました。アンケートでは非常に好評じゃなかったです。それから、一つはですね、韓国 の、 知り合いのですね、キムさんという国際から、子供たちなんか使っておられて、ビンゴ大会のですね、プレゼントをいただいて、まあ、みんなでですね、ビンゴで楽しむということをやりました。で、これ、最後ですけど、最後の日はですね、前回はシーワールドで行ったんですけど、今回はマザー牧場で、行きまして、まあまあ、ショーを見たりですね、ジンギスカンを食べるということで、まあまあ、思い出作りをしようということでやっています。で、今回のですね、最後はその足で福島に行くんですけども、今回もエリシャさんと陽介君にですね、陽ちゃんに福島まで行ってですね、まあ、戻ってくるんですけども、みんなで、まあ、泣きながらですね、別れるという風景が若干あったと思います。で、ちょっと写真のですね、左側の方で、男の子がですね、ティッシュを鼻に詰めてるんですけども、今回もですね、3のほどちょっと鼻血を出すっていう現象があってですね、なかなか止まらないと。で、前回なかったんで、ちょっとこれ心配してるんですけど、まあ、成長期の問題なのかよくわかりませんけども、ちょっと気になった点が、ちょっと鼻血を出すことが増えたかなという感じです。で、ちょっと世話してくれたですね、陽介君がそういう後、ちょっとアメリカにですね、すぐ勉強のために旅立って、昨日、今日戻ってるんですけど、ちょっと、個別的な用事でですね、参加できないんで、ちょっと感想だけをしてくれということで、まあ、その辺を含めてですね、彼に語ってもらってますので、ちょっと見ていただければと思います。で、彼も言ってるんですけども、地元の子供たちの話を直接聞くことは非常にね、我々にとってもすごい大事だったってことが分かると思います。それから、まあ、今後の課題ですけども、本当にですね、必要な効果のある保養といってどういうことなのかをですね、もう少し、我々も見つめなきゃいけないだろうと。それからもう一つは、成長段階に応じてですね、子供たちはやんちゃの時もあるし、大人になる時もあるし、ぶつかったりですね、喧嘩したりすることもあるわけですね。その時の応じた活動をですね、やはりさせるべきだろうと思います。それから、まあ、南房総地域、他にも今日も、来てくれてますけども、関係する地域がですね、お互いにこう知り合いで触れ合うということで、まあ、相乗効果があるということは間違いないことですので、今後も続けていきたいと思います。それから、これを実施するにあたってはですね、どうしたら継続性があるか、先ほど菅野さんも言われましたけども、やっぱり継続性をどう持たせるかっていうのはこれからの課題で、地元の力、それから皆さんの力を得ながらですね、何としてもまあ続けていきたいと思っております。皆さんには本当感謝感謝です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。キャンプの間、キャンプネームっていうのを持つんですよね。そうです。で、羽賀さんが羽賀ちゃん、あとイルカさんという方がいらっしゃっていますが、あとマヤさんって呼ばれてたんですかね。林さんですとか、はい、鳥博士の西尾さんとか出ています。ありがとうございました。はい、それでは最後にですね、エゴイジャパンの吉田の方からポカポカの今後ということで、猪苗代におけるポカポカについてお話をいただきます。FOE ジャパンの吉田です。ポカポカプロジェクトを1年間、那須中温泉、土峠温泉を中心にやってきたんですけれども、まあ、先ほどもあったように、まあ、温泉旅館でやっているということで、まあのんびりとリラックスできるという利点がある一方でですね、例えば食事がちょっと、まあ、肉とか油物が多くて豪華すぎるだとか、もうちょっと子どもたちも例えばその食事の準備を手伝ったりだとか、そういったことができないか、それからお母さんたちとせっかく参加しているご家族同士が
もう少し意見交換をしてなんか交流できればを、増やせないかというような意見がですね、参加者の間からもスタッフの間からもありました。で、それでと、まあ、どうしようかということで、いろいろ他の場所もないのかとか、模索をしていたんですけれども、そんな中で、まあ、ちょっと縁があってですね、猪苗代で、新しい次のステージのポカポカということで今検討を始めたところです。で、まず猪苗代の場所なんですけれども、まあ、ご存知の方も多いかと思いますけれども、郡山から、まあ、電車でも3、40分ぐらい、福島から、車でも1時間ぐらいのところなんですね。で、猪苗代湖のふもとにある町で、放射性物質、汚染の状況もですね、この磐梯山に、まあ、阻まれて、放射性物質の効果が少なかった、汚染が少なく残っているという場所です。で、まあ、これ磐梯山と猪苗代湖 の、 美しい情景なんですけれども、まあ、測定のデータ、これは公表の町の公表のデータでですね、 0.0 いくつから、まあ 0.1 ぐらいとなっています。まあ、一方でその福島市内で、まあ、福島市の低いところでも 0.4 ぐらい、渡地区だともう少し高いという状況に比べれば、かなり、まあ、東京と同じぐらいの線量になっています。で、まあ、ここで、まあ、なぜ次のポカポカを今検討しているかといいますと、ここでマミーズ谷プロジェクトという、やっている方がいらっしゃるんですね。で、なんかもともと九州の女性なんだそうなんですけれども、震災の後に、まあ、この猪苗代に、まあ、福島に来てですね、何かできることがないかということ で、 でこの猪苗代町の、まあ、廃業になったペンションといっても、まあ、すごく綺麗なところなんですけれども、そこを借り切って、で、浪江の方ですとか、まあ、福島など避難されている方に、かなり安く提供して、まあ、宿泊を提供しているという活動をされている方がいるんですね。で、その、まあ、マミーズタミーというペンションなんですけれども、ここを、まあ、ポカポカプロジェクトの趣旨とも合うということで、ぜひ協力、してやっていこうということになって、今調整を始めています。まあ、こんな食堂なんですけれども、普通のペンションなので、こういう食堂キャパシティはだいたい35名ぐらいなんですけれども、すごく綺麗な食堂、それから子どものプレイルームみたいなところもあってですね。で、ただ食事はですね、まあ、廃業になっているペンションというか営業はしていないので、自分たちでというか用意する必要があります。で、それに関してもですね、この渡辺さんですとか、マミーズタミーの渡辺さんという女性なんですけれども、それから猪苗代町で、活動、まあ、例えば崎山久子さんの講演会などをしてですね、活動している方々のネットワークがありますので、そういった方々が、まあ、このポカポカプロジェクトを支援したりだとか、交流会に参加してくださる、そしてプロジェクトの運営にあたっても、まあ、その食事作りなんか、まあ、調理の専門の方 などもなお知り合いにいるということで、そういった方々に、まあ、ご協力をいただいて、プロジェクトの運営ができればと考えています。で、まあ、南房総の今素晴らしい報告がありましたけれども、その事例に倣ってですね、こちら猪苗代の方も支援してくださる方、たくさんいるようなので、うまくネットワークを作っていきたいと考えています。で、これまで、去年の秋からですね、ポカポカ月に2回運営してきたんですけれども、この春からは、まずこの猪苗代のプロジェクトを月に1回、5月、6月、7月、最初はゴールデンウィーク中に2泊3日予定しているんですけれども、5、6、7とやって、で、まあ、9月以降もちょっと軌道に乗せていけたらなという、まあ、展望を持って5月から始めたいと考えています。
ということで、新しいプロジェクト、この猪苗代のですね、まあ、美しい自然の中で子どもたちにぜひ遊んでいただきたいと考えておりますので、引き続き皆さんのご支援をいただければありがたいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。それではまた質問の時間帯にしたいと思います。何かご質問とかありますでしょうか。県民健康調査のところで問診票のですね、質問項目が非常に多くて、しかし評価が簡単であるというふうに説明があったんですが、この質問項目が多いというのは具体的にはどういうところがあるのかということを聞きたいと思います。特に放射線の影響といって放射線の他に、心筋の問題とか、あるいは内分泌の問題とか、あるいは肺機能の、いろいろ症状が出てくると思うんですけれども、そういう、放射線の影響に関する問項目が、どれぐらい含まれているのかなということをちょっと関心があってきました。はい、ありがとうございます。3.15 のその行動をどこでどのぐらい過ごしていたかとか、食べ物についても含まれているというふうに言いましたが、ただその結果として出てくるのがその外部被曝の評価で、外部被曝は含まれて、そこには含まれていない。つまり行動についていろいろと聞いている項目が多い。で当然のことながら思い出さない人もいるということで、福島県民、その福島県側としてはその思い出す手助けをするために結構こう1対1で、思い出す手助けをするようなヘルプもされているそうなんですね。でそれはそれで重要なことなので、そのこと自体にを批判しているわけではないんですが、ただその私たちが、感じているのはその感じ の, その例えば体調とか健康に関して今どういう状況にあるんですかとか、そういうことを聞く項目は含まれていないということと、あとアウトプットのあり方、その、外部被曝の評価は出てくるんですが、それがどういうふうな、計算に基づいて出てくるかというのが不明であること、あるいは内部被曝の評価していないことについては、問題だと考えています。であとその、すごく詳細なその、調査票を介して、それがその一体何に、本人にとってその外部被曝としてのその数値が出てくるわけなんですが、一体それだけでその回答するメリットをみんなが感じるかどうかっていうのは感じない人もいて、絶対私たちは協力しないですという人も少なからずいるわけです。はい、協力しないです。そうですか。ただ重要は重要なので送らなくてもいいけど自分で記録として残しておくことは重要だと私たちは思います。他にありますでしょうか。はい、すみません。フェイスブックとかで見てたらやっぱりなんか鼻血が止まらないっていうのをよく聞くんですけど、それはやっぱり、なんていうかその医学的に証明できるかとか政府が認めるかとかいうレベルじゃなくて、やっぱり現場で過ごしたり相談を受けたりとかっていうレベルで、あ、これは明らかに普通じゃないみたいなものっていうのはあると思うんですけど、例えばさっき南房総で鼻血の話が出たんですけど、鼻血ってどうですか、どうですかじゃないよ、何が聞きたかったの。頼りの綱の山田先生がいなくなってしまわれたんですが、青木さん
何かその件に関してコメントありますでしょうか。健康被害、健康被害直接っていうのは私もあまり承知してないんですけれども、先ほどの方、こちらの方の質問も合わせて言うと、外部被曝にしても、その実測がされてないっていうのはすごく問題なんですね。で、県民健康管理調査としては、その当初の2週間だけを行動調査で、それでどのくらい被曝したかっていうのをなんかよくわからない基準に基づいて計算したり、で実際は今日のずっとお話の中であるように、やっぱり外部被曝もかなり線量の高いところに住んでますからあるわけですね。で自治体ごとにその、県の調査ではなくて自治体ごとにガラスバッジっていうのを体に子どもたちつけて行動調査をやってるような自治体もある。そこで測った例でいうと3ヶ月で年間に計算すると5ミリシーベルトになると。最初の話で言うと放射線管理区域ですよね、関係ない人は入ってはいけませんと、ああいう区域にいる量を実際に被曝している、それをガラスバッジつけてるでの計測ですので、かなり正確だと思いますけれども、 ですからそれは伊達市の例なんですけれどもね。でまあ、そういう測れるのに測ってないっていうか測らない福島県としてはね、そういうことはかなり問題かなというふうには思ってますね。ですから今後やっぱりその長期にわたってがん以外のいろんな疾患が出てくるっていうのは、チェルノブイリではそういう条件を起こってますから、そこは非常に心配になるところですね。特に免疫系がこう弱くなっていろんなウイルス性の疾患にかかりやすいとか、そういう状況が心配されるんで、そこはちょっとやっぱり今後注意深く見ていかないといけないんじゃないかなと思ってます。すいません。ぽかぽかプロジェクトが渡りの方たちとのつながりで発足したっていうことはよく分かったんですけれど、このぽかぽかプロジェクトに申し込まれる方は他の地域の方や何かもいらっしゃるんでしょうかということです。今その福島市、伊達市、伊達郡に広げました。当初はその渡り土ぽかぽかプロジェクトという名前で始めまして、で経緯から言って渡り限定にしたんですが、もちろんその汚染の状況というのは渡りだけにとどまらず広い範囲に及んでいるんですね。本当はもっと広くやりたいんですが、私たちのそのキャパシティの問題とか、あるいはその宣伝する範囲をそんなに広げてしまっていいのかっていうような話から、ちょっと広げたっていうような状況です。今後は猪苗代でやるような時、例えば郡山なんかからのアクセスがいいので、郡山なんかも対象にしようかというようなことを言っています。はい、ありがとう。はい。他に何かご質問ありますでしょうか。はい。さっきビデオを拝見したりして分かって、見ても分かったんですけど、宮城県とか陸前高田市とかで、2年前ですかね、それでそこで津波がとか、被害がありましたけど、これからそのまたその対策をこう、それをまた津波が来て、対策で、それで高いマンションを建てたいって、そこで医療関係を置くとかっていう、
そういう対策は政府とかしとかで、うん、津波とかの話ですか。はい。でそれから、僕の母が会津出身なんですけど、そこは会津の方は、放射線が比較的にそんなに多くはないんですね。生きてるんですけど、そこで、そこに移り住んだりとかっていうことは、シフトしていくとか指示はして、いただけるんでしょうか。ですね、津波の被害の対策についてはちょっと私たちは取り組んでいないというか、そこまではやっていない状況です。会津についてのお尋ねについては、いろいろこうポカポカを今後どうしていくという話の中で、そういう福島県内でもその放射線量が比較的低い地域なんかでのその展開というのも考えたりもしたんですが、やはりその受け入れ先とかありきの話ですので、今のところはまだ会津の話は、実現しているわけではないです。他に何かご質問とか、はい、のスタッフボランティアのものなんですが、先ほどの青木さんでした資料で正規分布しているのがなんかちょっとこのグラフおかしいんじゃないかってことになったと思います。私は機械屋なんで統計の専門家じゃないんですが、たまたま正規分布、僕らでしたらあるものを作る時の、例えばある中心地に分けて作った時のばらつきが出て、そのばらつきが結果的にはその3シグマのこういう正規分布の中に入ってくるとか、あるいは普通なんか平均値があるものに対してはそうで、他のなんかいろんな現象では対数分布だとか、そういうなんか専門家なんかがよく使うのがあるんだと思うんですが、その辺は何かご意見聞いてるんでしょうか。私は直接ですね、データをどういうふうに取ったかっていうのはそこまで聞いてないんですが、結果っていうのは先ほども説明しましたけれども、栗原地域の2万袋っていうんですかね、2万袋各地域の取ってきて、それで全部測定したら16袋、出てきた。でそれが先ほど言ったように100ベクレル、95ベクレルから100ベクレルのところが一番度数としては多い。でそこから先ほどのグラフに示したようなばらつきを示してるんですけれども、なぜかですね100ベクレルより超えるもの、そのサンプルは2万袋測って一つもなかったということで、それがですね非常に自然界のそういう現象ですから、もうちょっと均等に仮に100ベクレルがそれだけあったとしたらね、もうちょっと高いものもあってしかるべきかなというのは、非常にそれが一番高く出てきて、それ以外のものが低い方にこうばらついているということで、非常に違和感というかキーな感じを受けています。僕も測定値自身を疑った方がいいと思うんですが、ただそのなんかこそういうなんかご意見を聞いた覚えはないですね。直接どういう測定方法になっているのかというところはまだちょっと調べてます。はい、わかります。はい、はい、他に何かご質問ありますでしょうか。ポカポカキャンプにご参加された方で何かご発言とかされませんか。西海さん何か一言はありませんかね。私参加させていただいて、鳥の、バルーシングを交渉させていただいたんですけど、その時にすごく印象に残ったのは、こうやっぱ子どもたちが一つは羽賀さんが非常に何て言いますかね、その指導力を発揮してまして、で食事 のカレー作りとかを非常に半分ごとに手分けして子どもたちに
ですかね、あのチームワークを持ってこう作業させてるっていうのは非常にあの一つで印象に残ったのと、それとあのやっぱ子どもたち自身がですね、まあ、その時に例えばあのリアカーがあったんですけども、まあ、それに乗って遊んだり、そういうあの子どもたちがこう自由にこうすごいのびのび遊んでたんです。であのバードウォッチングの途中にあの砂浜に寄った時もあの波打ち際であのどっかからその竹やぶから取ってきた竹をこうあの刺してどこまで遠くに刺せるか、海に刺せるかっていうのをみんなでやってて、で最後はみんなずぶ濡れになってましたけどあのそういう、 こう子供たちが遊ぶこう姿とかあの非常にあのそういうのをやっぱりあの福島の方でやっぱ自然の中でそうなかなか遊べないっていう状況があって、あの、まあ、すごくこう子供たちがこう楽しくあの してたのをあの伸び伸びと過ごしてたのをあの非常にあの微笑ましく思いましたし、あの非常に良かったなというそういう感想をいただきました。はい、ありがとうございます。林さん何かありますか。こんにちは。私あの高校で社会を教えているんですね。で、やっぱりこう権利とか、そんなことを社会ですから教えるわけですね。で、あの憲法の中で私たちはその権利っていうのをきちんと自分たちで主張していかなきゃいけないよねってなことを教えるんですけれども、それを教えてるじゃあ側の教員とか大人とかっていうのは。どういう今回どういう対応を取っているんだろうっていうのにすごくこう自分なりにこうまあ十分できてないんじゃないかなっていうことを常日頃思ってるわけなんです。でそんな中であの FOE さんあるいはフクロウさんがこういうプロジェクトを立ててくださって、で私何のスキルもないわけなんですけど、そういうところに本当にこうまあ、じゃあ一緒に行かせてくださいっていう形であの参加させていただいて、自分なりになんかあの役に立つことはあまりないんですけれども猫の手みたいなことで FV さん、フクロウさんがやってらっしゃることをサポートできてるっていうのをとっても感謝してるんですね。でその中であの現地の人と会って話したり、あの土湯に行ったり南房総なんかに行ったりして現地の人たちあるいは現地の子どもたちの様子を見せていただくことによって、あの私の中でそのこの原発震災の事故のことを自分の暮らしのことについて改めて考える機会をすごく多く持つことができたんじゃないかな。こういう機会がなかったら私だって私の中でだって事故の体験は風化していっちゃうんじゃないかなっていうふうに思うんですね。あの現地に行って人と話すっていうことがとっても大切なんじゃないかなっていうことを、そして少しでも自分なりにお手伝いができることっていうのをあのとても感謝しています。どうもありがとうございます。そういう機会を作っていただいたのは FOE さんだけじゃなくてあの乾杯をしてくださっている皆様のおかげだとも思っております。どうもありがとうございます。ありがとうございました。というかこの南房総のキャンプって本当に羽田さんをはじめとしたあの地元の皆さんなくては全然無理だったんですね。でもちろん寄付してくださった皆さん手伝ってくれた皆さんのおかげだと思います。イルカさんというか神田さんというか一言で結構ですので、もしよろしければ。皆さんはじめまして、南房総市在住の亀田と申します。キャンプ中はイルカという名前で主に記録写真を撮りながら子どもの様子を見てまいりました。夏冬と、まあ、仕事の関係上部分的にしかちょっと参加はできなかったんですけれども夏に参加した時はやっぱりよそよそしさがあってですけど、冬はやっぱり2回目っていうことでもう初めから元気よく遊んで、いろんな体験ができたと思います。また今年も夏に
ちょっと今回は長めですか、4泊ですか、ちょっと長めになるそうなんですけど、予定しているそうなので、また協力できたらなと思います。皆様、これからもご支援のほどよろしくお願いいたします。すいません、ちょっと大阪から参加させてもらってます。私自身はポカポカプロジェクトに3回ぐらい参加させてもらったんですけども、やっぱり先ほど出ていたような問題、この夜の一泊だけで意味がどれぐらいあるのかなと感じたこともありますし、また一歩とにかくあの場に来られたら各ご家族、特にお母さん方おばあさん方がものすごくよく喋りに来られて、日頃家で喋れない、近所で喋れないことをもういっぱい喋ってこられまして、行くたびにそれがやっぱりすごく増えているなって感じました。でだからその必要性もすごくよくわかります。で私自身は大阪で、まあ、お家をお貸しする、一軒の家を貸すっていうだけの雇用の取り組みやってるんですけども、関西でいろんな保養団体が同じような取り組みをしてるんですけど、ぜひやっぱり近くの方が福島県内で参加しやすい保養ってすごく大事だっていうのを、すごくそれも大阪でいろんな人の話聞いて分かってますので、このポカポカプロジェクトはやっぱりすごく大事な取り組みで、ぜひ続けていただきたいと思います。でまた協力もしていきたいと。で猪苗代湖に変えられるっていうのもすごいいいことだと思うんですけど、やっぱりなかなか難しい、大阪でいろいろ取り組んでる団体といろいろお話ししたり、ちょっと見に行ったりもしてるんですけど、かなり先ほどの暴走の方のように、なんかノウハウを持っておられる方のところではみんなうまいこと続けられてるんですけど、初めてのものがパッと取り組み出した模様って、みんなもアップアップ、特に自炊ご飯作りで何人かが追われて、もう終わった時には何か倒れそうになっていくような、そういう取り組んでる団体の方がなんですけど、だからかなりその辺の綿密な打ち合わせなり準備をされて、その辺がちょっと難しいんじゃないかなと。それと子どもさんだけの、中学生ぐらいの子どもさんだけの保養ってもいろいろと問題が起きたり聞いてるので、やはりこのポカポカの今までの通り親子参加がいいに違うかなと、その辺聞いてないから知らないんですけど、その方がすごくやっぱり長く続けるっていう意味では大事だと思います。で大阪に避難してきてる方とか保養に来られる方とかやっぱりいるんですけども、避難されてきてる方はもう大体もう悲しいんですけども、涙でいろんな話ばっかり聞かせてもらって、猿も地獄来ても地獄と、大阪すごく今住みにくくなってますので、もうそういうお話を一般で残っても、福島に残っても大変だし、子供の話なのが、でも大阪に来ても家族との関係残っている、母子避難がものすごく多いですので、家族関係が大変になっているっていうお話ばかり聞いて、大阪に来ても仕事がないと、住む場所もなかなか持続的には保障されないっていう面で、でそういうのをお聞きしてて、とにかく、保養って大変なんですけども、いろんなところでいろんな保養団体がいろいろと行き詰まってるのもしてるんですけども、このやっぱ近くで参加できる、すごく大事だと思うんです。行きやすいっていうのが、で本当に大阪とかまで来る人ってね、なかなか来られません。よっぽど出ないとなかなか保養に来てもらえないんですけども、この参加しやすいという意味でぜひこのポカポカプロジェクトを続けていただきたいし、またできる協力はしていきたいなと思います。ありがとうございます。本当に力強く支えていただきましてありがとうございます。の方で夏冬と2度も、ボランティアとして参加したエリシャの母です。お世話になっております。早速なんか次の企画も立っているとかで、もし日程が立っているんであればすぐにでも教えてあげたいと思うので。8月5日から4泊5日8月5日ですね、はい、あ、いいですね、早速メールしたいと思います。
あとちょっといいご報告があるんですけれども、あのこの2回のキャンプを通して、あのぜひ自分でも彼女を企画して、どこかにこの企画を持っていって予算をつけてもらってやろうということで、あの去年の暮れにあの企画したんですね。一応山梨の自然キープ自然学校というところで出てまして、あのそこの校長先生とお話しして、何もあの予定も予算の来るかどうかってこともあのまだ未定なところも予約をしまして、一応取ってくださいって、もう1年ぐらい前から予約が入るってことで、あの彼女は幼稚園から高校までアメリカンスクールに通っていたんですけれども、結局そこへ企画を持っていったんですね。それであの通りまして、あの全部予算をつけてくれるってことになりまして、あの20人福島から20人3泊4日で、日程も8月19日から3泊4日それであのたまたまあのちょうど8月から彼女もインターンとして学校で、あの2年間の契約であの仕事が決まりまして、ちょっと順序は逆になっちゃったんですけれども、そういうことであの学校の方から、じゃあもうぜひも責任者としてお願いするねってことを言われまして、それでだから一応もう予定は立ってるんですけれども、その募集ですよねとかそういうところ彼女は全然し分からないので、ぜひそういうことをもちろん本人から連絡あると思いますけれどもよろしくお願いします。あちこちにポカポカが広がっているのがすごく嬉しいです。あのエリシャさんはですね、本当にこの南房総キャンプの大人気者で、あの子供たちがエリシャさんと別れたくないと言って福島で泣いていたのを菅野さんが目撃して大感激してあのいらっしゃったというような、大変ありがたい助っ人です、はい、特にその他ないようでしたら、ちょっと時間早いんですが、そろそろ終わりたいと思います。今日は長いこと、この報告会お付き合いいただきましてありがとうございました。あのぽかぽかプロジェクト、決してあのもうご覧のように全然完璧でも何でもないですし、これがあったところでですね、あの状況はどれだけ変わるのかというのは私たち日々感じているところなんですが、まあ、私たちとしてはこういったあの実際のあの皆さん、あの福島の方々にこう接するこの雇用プロジェクト、そして、政府に対して政策を変えて打っていただくその政策提言ですね、これを車の両輪にしてですね、今状況非常に厳しい状況ではあるんですが、なんとかあの少しでもいい方向に変えてですね、この原発事故というものの被害、被爆というものをとにかくなんとか少しでも減らす、そして仮にそのまあ影響が出た時に素早く対処できるようなそういった体制を作っていくべく皆さんと共に活動していきたいと思います。今後もポカポカプロジェクトをどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。